塩化トリスルテニウムは RU32 で表される作体の塩化物状である。六水和物が赤色の結晶として得られる。塩化物イオンは PF6 体等の他の加減イオンで置換できるが、物質の性質は RU32 に大きく依存している。シスジクロロビスルテニウムは塩化トリスルテニウムの合成中間体である。塩化トリスルテニウムは酸塩カルテニウムの水溶液を2。 この反応では、RU は RU に還元する必要があり、ジアリン酸が還元剤として常用される。RU3 には八面体系で、三つのビピリジル・汁、排子ンによって構成される。D3 対称性を有するキラルな錯体であり、速度論的に安定な何チューマーへと分解する。エネルギー的に最も低いミエコーレ状態では、 分子はより低い C に対称性を示すと考えられている。これは、霊気電子が主に一つのビピリジル配位子に極在するためである。RU32 のせいに、RU32 は紫外線と可視光線を吸収する。RU3CL2 の水溶液は、452プラスマイナス3ナノメートルに強い MLCT 吸収を示すため、オレンジ色を呈する。 二百八十五ナノメートルでは、パイパイ繊維と三百五十ナノメートル付近の弱い、繊維に相当する吸収バンドも存在する。本作体の光吸収による、冷気状態は、比較的長寿命で、アセトニトリル溶媒中にて九十七秒、水溶媒中にて五十七秒を示す。二百九十八系の空気飽和水中での、量子収率は二点八パーセントで、 発光の最大波長は620ナノメートルである。冷気状態が超寿命化している原因は、規定状態は一重光状態であるが、冷気状態では、見栄光状態を取るという金星繊維であることをび、分子構造が電化分離を可能とする構造であることが考えられる。多くの分子の冷気状態で見られるように、RU32 の見栄光冷気状態は、 規定状態よりも強い酸化特性と還元特性の両方を備えています。この性質は、冷域状態が、ブッピー、ラジカルアニオンを排出とした r u 酸作体であるとすることによって説明がつく。つまり、RU32 の光科学的性質は、電子と成功の分離も伴う光反応デバイスと似ている。RU32 は、水の酸化と還元の両方における、 光増換剤としての利用が検討されている。光子を吸収すると RU32 は前日の見え光状態になる。この状態を RU32 と表記する。この化学種はウッピー肺一子にある電子をペルオキソに硫酸などの犠牲酸化剤に渡す。その結果生じる RU33 は強力な酸化剤であり、除色媒を介して H2O を O2 と H に酸化する。 あるいは RU32 を還元剤として利用することで、リサイクル可能な電子キャリアであるメチルビオロゲンを還元し、発金触媒にて H プラスを還元することもできる。この過程を触媒サイクルとして機能させるには、エドタ4、またはトリエタノールアミンなどの犠牲還元剤によって RU を RU に還元する必要がある。RU32 の誘導体は多数存在する。 これらの削減は、生体診断、太陽光発電、及び有機発光ダイオード等への利用が検討されているが、商品化には至っていない。その中で、光学化学センサーへの応用が最も成功した分野であると考えられる。RU32 触媒と可視光を用いた光、酸化還元触媒は、有機合成における手段の一つになっている。2008年以降、 結合形成反応への利用が盛んになっている。金属ビピリジン作体及び関連するフェナントロリン作体はインターカレーション剤として作用し得るため一般に生理活性を示す。ありがとうございます。